ーーートレゆうじです皆さんやはりね大胸筋をねしっかりつけたくて一生懸命いつもいつも頑張ってることだと思いますけれども中にはね頑張ってるんだけどなんかどうも大胸筋がなかなか変わらないという人もいるんじゃないかと思いますねやってるんだけどどうも効果見えてこないということがあるかもしれないです、まあ、そういう時には今から言うコツというのを一つずつちょっと押さえてやってみてくださいそうすればね3ヶ月ぐらい経った時にはあれちょっと変わってきたんじゃないのっていうこと あれちょっと変わってきたんじゃないのっていうような変化が感じ取れると思いますので、今からね、6つのことをぜひね、一つ一つちょっとね、やってみてほしいんですね。まあ、そんな難しくはないと思いますけど、まあね、あの、まず一番ね、あの、50歳以上として、こう、一番問題なのが、重いのをやるという、重い負荷をかけるというのが筋トレなので、 重い負荷をかけた方が筋肉が変わりやすいという鉄則はあるんですけれどもだからといってそれをどん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 重くしていくと、まあ、当然この50歳以上というのは怪我をものすごいしやすいところになってきます怪我をするとできなくなる休まなければいけない1ヶ月2ヶ月大胸筋のトレーニングができなくなりましたっていうことが起きますのでそこは避けていきたいので、ね、その重さを上げていくというようなところではないところでいかに大胸筋を変えていくかということをね考えていきたいわけです まあそこにはね、もう50歳以上には50歳以上のやり方というのがあるのかなと思いますね。そこをね、6つやっていきたいんですけど、1つ目というのがですね、あの、大胸筋のトレーニング、まあ今ちょっとダンベルプレスで言いますか、ベンチプレスとまあ基本的に同じなんですけども、やっていくときに、まあ僕がやっぱりジムで見ていて、まあすごくありがちなのは、やっぱりね、なかなか下ろさない人来い。下ろさない人来い。下ろしてないんですよ。やっぱりこれもう重さにこだわりすぎてて、 これ以上軽くするのは男が許さんみたいなところがあってですね。あの、軽くできないようななんか心情があるようで、ね、それを重さにこだわっているのはどうしてもこれが降りないんですよ。そうじゃなくて、それをやっぱりね、重さとかではなく、しっかりぐーっとこう、下ろして伸ばしたいんですよ。下ろして大球筋を伸ばすというところを一番メインで考えてほしいんですよ。重さじゃないです。伸ばすということ。まあ、ただし、これね、下ろして一番ね、例えば今僕これ5キロでやってますけど、 で、5キロでやって、前腕垂直でやって、一番これ落とした方です。で、ここまで行ってしまうと、正直、ここから全,全力で上げるっていうのは難しくて、で、肩の前にすごく負荷がかかってしまうので、これのほんの1センチぐらい手前でいいです。一番ね、この下ろした、ね、どうにもならないぐらい一番下に下ろしたところの1センチぐらいまで、 下ろすということ。息を吸って胸を張りながら下ろして伸ばすということ。できる限り大胸筋を伸ばしてほしいですね。筋肉はこう伸びて縮んで伸びて縮んでという感じでやっていて、そこに負荷がかかっていて、どの,の過程でも筋力を、ね、発揮するような感じでやっていくのが筋トレとしては一番筋肉が変わりやすいわけですけど、だから 縮んでるところだけに負荷かかるんだけど、伸びたところ伸びたところ伸びたところも負荷はかけるで、その運動範囲が広い方が変わりやすいので、狭い運動範囲よりもそれより2倍ぐらい伸ばしていくような感じで、しっかり下ろして伸ばしていくということをまず心がけてください。結構これはね、そんなに伸びてない人も多いんですよ。マシンでチェスプレスやっててもやっぱり伸びてない人は多くて、この辺だけでやってることも多いので、必ずしっかり伸ばして、ね、最大限って言っても肩の前が伸びるところなく、その一に狭い。というところ、そこまで伸ばしてみてください。 で2番目というのが今の伸ばすというこの今運動範囲を言いましたが伸ばしてる最中、ね、伸ばしてる最中のネガティブをとにかく重視してやってほしいということ、えっと、それはですねこれもあのやっぱり重さとか上げるというところをがっって意識しがちなんですよ。 で上げることよりも下ろす方で胸にバチッと胸てる胸て胸胸抵抗してる抵抗してる上げた息を吸って息を吸って張りながらさっきの伸ばしながら伸ばしながらも胸で抵抗してる胸で抵抗してる上げた伸ばして伸ばしてる過程で胸だけで負荷を感じながら胸だけで抵抗してるというような感じで下ろす側面をものすごく重視してやってほしいですね で、ダンベルを持ち上げるっていうのは、この上げるときの方が筋力が必要で、上げ、下ろすときの方が力っていうのはまあ少し少なくていいんですけど、だから、ダンベルプレス、ベンチプレスやってるときに、上げていくときの方がどうしても、大胸筋と三頭,三頭筋もまあまあ使わなければ、まあ、まず上がらないですね。自分が設定したものだと、やっぱり上がらないです。それでも、 今度は下ろすときは、下ろすとのはが少し余裕があるわけで、今度は三頭筋の力を抜いても大胸筋だけで抵抗していけるはずなんですよ。それを腕のこの辺でグッと押したその力が入ったままでグッと抵抗してくると何にもならない。損しちゃってます。 上げていって下ろす時にはもうこれ正直脱力してるぐらいの感覚で垂直にこの力を受け止めながら大胸筋だけで抵抗していくでさっきの伸ばすとこまでやっていくというのが筋肉はね自分の大胸筋が力を入れようとしているのに引き伸ばされる作用が出てきてそこでちょっとある意味ある意味ちょっと無理やり引っ張られてる感じになってくるのでその刺激というのが大胸筋がぐっと作られやすいところなんですねだからそこを使った方がいいということ なのでそのために下ろしていくときに、よりこの握力を使わないで、握らないですよ。握らないで柔らかく触ってるぐらいで、これもできるだけリラックスしながら垂直のバランスをとって、ぐーっと抵抗して、ネガティブネガティブながら抵抗していくという、それを一セットにすずっと下ろそうだけを一番意識して、はい、下ろそう、下ろそう、下ろそう、上げろ、おろそっと言って、下ろそう、下ろそう、下ろそうっていうふうに、そこを重視してやってほしいです。全然変わってきますので、これをやっていくとかなり大胸筋ももうトレーニング後にパンパンになる感じがあると思います。 そして3つ目というのが1セットの回数ですね回数これああのまあ一般的にね10回ギリギリがいいと言われますがこれね10回ギリギリというのは正直言ってね結構重いんですよ 重いっていうのはさっき言った伸ばすとかネガティブなところを意識していくっていうのができないぐらい結構ギリギリで重いですよだから重さの設定イコール何回できるかというのは12回がまあできるぐらいの重さにしてほしいですねだから重すぎないっていうことちょっと余裕があるぐらいしないと 伸ばすというところまで下ろせないし、やっぱね、それが重くなって、やっぱどんどん浅くなっていっちゃうし、ネガティブの時に前腕の力を抜くということはできないぐらいいっぱいいっぱいになっちゃうんで、もう回数は12回ができる重さにしてほしいです。まあ13、14で僕はいいと思ってます。その方が50歳以上の場合は、よっぽどこう集中できてやれると思います。結果は出やすいと思いますね。まあそんな感じでな、そんな感じでまあ回数というか重すぎないということに12回はできるような感じでやってほしいです。そして4番目というのが回数に断らない。 回数にこだわらないって、今回数って言ったじゃないかって感じですけど、そうなんですよ。あの、重さの設定としては、12回ができるぐらい、13、14でもいいです。できるぐらいの重さにしてくださいということ。で、実際、セット、1セットやっていくときに、はい、12回ですってやってると、まあ、このね、12回っていうのが、ね、自分がやってる、例えばじゃあね、えっと、12キロしましょうか。12キロのダンベルペースをやってるときに、その12キロっていうのは、 本当に自分が12回ギリギリの重さなのかどうかですよ。それは自分の筋力によってちょっと変わってくるわけです。本当は1 2 5キロだと12回ギリギリなのに、今はちょっと軽いと。で、本当はじゃあ12回じゃなくて13回できるのに12回で終わりましたってのはもったいないです。 で逆もあるんですよ。自分の実力は本当は11.5キロなのに12キロしかね、刻みがないから、ジムでも10キロの次や12キロだったりするから、その間に刻みがないので、本当は11キロか11.5キロが12回ギリギリなのに、ちょっと思いがために、ね、なんとかでも12回やらなきゃいけないと思ってると崩れていく、結局下ろせないままみたいな、なっていってしまうので、こう回数にこだわるのではなくて、今言ったところ、 伸ばすネガティブのぐーっと最後まで抵抗するというそして下まで抵抗するということができる回数それが12回前後ならそれでいいということ12回前後でそれが12回前後って言っても、まあ、11回ならいいと思いますよこれ9回は12回前後とは言わないと思うんですけど、まあ、そこまで言ったらそれは軽くしなければいけないということね12回前後ね11から14ぐらいのところで限界来るような重さにしてそれがね12回じゃなくてもいいということで1セット目はその重さならまあ13回 でできるかもしれないですそれが2セット目になったらね90秒休んだとしても2セット目だったら13回じゃなくて12回か11回かもしれないということそしたらそれはもうそれでいいんですそれをグーッと抵抗しながらできるだけ伸ばしていくというところまでやるそれがね13回じゃなくて12回11回になっても構わないこだわらないというか正しいフォームで正しく効かせながら限界までやるというところが実際の回数ということなんで結果的にその回数が ね、10回12回決めたところでなくてもいいということ楽をしたり無理をしたりすることなのでそこは回数にこだわらない方がいいということですそして5番目というのがセット数ですねセット数はですねまあ大体一般的に3セットというふうに言われますけどこの3セットはまあとりあえず3セットということ1セットじゃ何も分からないよと3セットだったらまあなんとなく分かりますよということだけれども実際大胸筋をつけようと思って3セットで変わるかというと3セットで ばっかり言われた大胸筋を持っているのは多分世の中に一人もいないと思います。 ね、世界中探しても一人もいないと思います。やっぱりある程度のセット数は必要なんですよ。なので、まあ今、ね、ここのチャンネルを見てる初中級者ぐらいの人であれば、それでも大胸筋をやっぱりね、しっかりつけたいというのであれば、6セットから8セットぐらいをやってほしいんですね。これまあ一種目じゃなくてもいいんですよ。フラットとまあ通常インクラインね、大胸筋の上があります。その2種類でね、インクラインが最初3、4セット、フラットで3、4セット。合わせたら6セットか8セット。まあそこはね、自分のちょっと 運動歴によると思うんですけどまあ一昔前にね一昔前二昔前かなドリアン・イエスというボディービルダーが超高強度トレーニングっていうので1セットだけで追い込んでですねその1セットで終わりって言ったんですけどこの1セットというのがまあなんかね1セットによれば本当に1セットだったのかどうかとかまあその辺も疑問もあるとかいう話もあったのとそもそもやってるのを見たら クレイジーなんですよ。クレイジーっていうのはもう僕らが目の僕らが今まで見たことあるクレイジーな度合いじゃないクレイジーなんですよ。もう死ぬほど重い重さをこれでもか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 ,でもかと追い詰めて一つのエクササイズから次に移って違うテクニックを使ってこうやってサポートも入れてもらってっていうのでギリギリまでやった一節なんで もうね、本当にね、寿命が縮まるような一セットなわけですよ。で、それはちょっとね、普通できないので、なので、まあさっき言ったような、ね、12回か13回ぐらいとかで、あーきつかった、もうこれは不要と深く漏せないしダメっていう感じのところの、まあ一般的なところの6セットか8セットぐらい、ぐらいをやっていった方が、まあ怪我もなく、命を削ることもなく、大胸筋がついてくるところだと思いますので、それぐらいセット数をすごいやった方が大胸筋がつくと思ってください。 そして最後はですねあのー、まあ、今のセット数にかかる問題ですけどじゃあそんなにねセット数を大胸筋で6セット8セットやったらほ他の部分もそれだけやっていったらもう全然時間足らないよ全部そんなできないよっていう感じだと思うんですね。ねなので6番目というのはですねここ3ヶ月のターゲット部位を絞るということをやってほしいんですね。 ターゲット部位というのは、まあ、今自分が注力を注ぎたい部位。今しっかりここの筋肉が作りたいぞという部位を2、3箇所決めてください。2、3箇所でいいです。2箇所でもいい、3箇所でもいいです。4つ以上になるとちょっと多いかなと思います。まあだから、大胸筋なら大胸筋。ね、肩なら肩。まあ大胸筋と肩2種類でもいいです。ね、大胸筋とお尻の2種類でもいいです。2箇所か3箇所だけターゲットを決めてください。その他は今はごく普通にやってていいと思います。全部をやるのは多分無理だと思います。 そこまでね。あの時間もなければ全部を。それだけレベル上げる。ちょっとエネルギーって。まあ普通はないので、あのまあ、そこはね。ごく普通にやってて、今注力を注ぎたい。今変えたいと思っている箇所を2。3箇所だけ絞るということで、その箇所をですね。まあ、今言ったようなセット数でまずやっていくわけですね。6から8セットでやっていくわけです。角でもね。2種類やりながら6から8セットでやっていくわけです。その1箇所ね。大胸筋には大胸筋を週1.5から2回やってほしいということ。 1.5はちょっと意味が分かんないと思うんですけど。まあ、一回まずね、週二回としましょうか。大胸筋を月曜日とちょっと間を空けて、金曜日にやりました。という感じの2回です。で、2回で、これはね、まあ、8セットやって、月曜日やって、火水、木、中3日ありますけれども、3日あってもなんか金曜日にやるのが、まだなんかきつい、なんか張ってる感じがあって、きつい感じがする。同じように上がらないというのであれば、 同じ8セットを2回るというのは自分の体にはちょっとまだヘビーなので、週の1回目の方、月曜日の方では8セットあるけれども、こっちの金曜日の方では、2回目の方では4セットかまあ5セットぐらいにしておくということ。まあだからさっきのインクラインなら、インクラインはじゃあ3セットとフラットを2セットの5セットにしておくとか、いう感じでちょっと減らすという感じで、まあ 1> 1. 回みたいなまあ、そういうういいい感じででやっていくというのもありなんです、ね、まあこれでも8セット2回やるのきついから、残り6日ずーっと休んで、次の月曜までやらないで、月、週に1回だけやります。というのだと、まあ、正直、初中級者の場合で、週に1回だけっていうのは、もう間が空きすぎちゃったら空きすぎちゃって、正直言うと休みすぎです。これは休みすぎ。この6セットから8セットで、週6日、休まなければいけないほど追い込める人は、まあ、そうそういないとか、さっき言った、 身を削るようなトレーニングをしないとそんなに6日を休むほどあの休む必要がないので逆に怠けちゃうんですね。なので間でもう一回やりたいわけですよ。そうした方が筋肉がどん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 こう怠けない、怠けすぎないでどん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 こう強くなって発達していくということになりますので、えー、週2回か週1.5回か、まあ、その疲労の度合いによって考えてほしいということです。まあそういう感じで6つありました。 6つのことっていうのは、まあ今大胸筋を例にやり方を挙げていきましたけれども、あのこれ大胸筋だけに限らないんですよ。さっき言った肩でもそうだし、他のところでもそうです。伸ばすとかネガティブをしっかり使うとか回数とかっていうことは、他の部位全部に、他の筋トレ全部に当てはまることなので、えー、まあ大胸筋と言いましたが全てのエクササイズにそのテクニックの考え方というのは使ってみてほしいと思います。 そうするとね、50歳以上でも怪我なく体をね、早い段階で変えることができると思いますので、えー、ぜひね、この今言った6つ、ぜひ覚えておいてください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。インスター、ツイッターもやってますので、フォローよろしくお願いします。パーサートレー,ナーのゆうじでした。Go! Go!